はい、まず今日の200、400、1キロ終わってご自分の中で感想はいかがですか。そうですね、やっぱり自己ベストとは程遠いタイムですし、まあ、納得いくタイムではなかったので残念です。ではその中でどういうところが課題点としてありましたか。そうですね、やっぱり課題としてはやっぱコーナーの使い方だったりバンクの使い方だと思います。あとは自分の、まあ、脚力 の問題だと思います。では夏規制の中でどういった練習されてきましたか。夏規制では、まあ、まんべんなく乗り込みだったり、まあ、400m ぐらいのもがきだったり、あとは上りのスタンディングの練習だったりとかもまんべんなくしてきました。はい、では最後にファンに一言お願いします。はい、これから、もっともっと成長して活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。